始まったわ。エヴァンスアニバーサリー最強レースやってくよ。ということで、続いてはですね、3人の騎士カバレロドナルドということで、数箇所でまとまってツムを消すよということなんですね。それ多分期間限定のツムだったんでしょうね。なんかサイズはマックスになってますね。使ったことないんでどんなものかわからないんですけど、とりあえずカバレロドナルドがすごいね。せっかくのね、どんなスキルなのかっていうのを紹介していきたい動画なんですけど、まさかのドナルドが少ないという動画のジャンプを、まとまって数箇所で消す。まとまったっていうか、なんか横一列で消したっていう感じがするんですけど、気のせいでしょうか。うん、気のせいだ。通過しようと思ってたね。ほんとね、ドナルドが大好きなんですよ。ドナルドとね、実は誕生日が10日しか違わないっていうことになってね。まあ、これはもうたまたま偶然なんですけどね。たまたま偶然なんですけど、ドナルドのね、お尻が可愛いの。何よりもお尻が可愛いの。クリクリしたお尻ね。まあ、プリプリお尻を。皆さん何をしてるかということでね、クリアが結構意外と溜まりますね。まだ30秒残ってるのに、もう300以上の経験値を、ね、得ることができましたね。ということで、消して。はい。はい、あ、またスキップ上がった。そしたら、キャンプ使っちゃいましょう。あ、いいな。ウィンクしながらこっちに向かってきてくれる。なんていい人なんでしょうね、ほんと。ほんと人じゃないんだけど、全員取りないんだよね。特にこの3人の騎士、まあ、もはや3話の騎士な気がするんですけど、で、何の作品何の作品なんだろうね。なんか昔の作品とかなんですか、それと最近の、もうそれすらもわからないっていう感じなんですけどね。誰か知ってたらコメントでぜひ教えてください。ああ、よいしょ。いやー、それにしてもほんと。いやー、つむつむをね、エンドレスつむつむするの、ほんとこんなに大変だったと思わなかったね。いやー。お、カバレロつむ。よし、カバレロつむでしょ。カバレロドナルド行きましたね。はい。ということでね、ドナルド、かわいいよね。みんなも好きになってね。ということで、以上とさせてもらいましょう。うわ、すげえ。へぇー。カバレロドナルド、ノンアイテムで300万点超えましたよ。わあ、これはなかなか優秀なツムだと思いますね。